伊藤ハム株式会社は、兵庫県神戸市灘区に本店を、道県西宮市に本社を持つ大手、食品加工メーカー。1928年創業。ハムソーセージ大手の一角。業界に、黒豚は、国内最大手。伊藤ハムマイヒサシホールディングスの完全子会社である。キャッチフレーズは、あふれる笑顔。2005年6月22日。 関税法違反容疑で東京地方検察庁に両罰規定により法人として起訴された。伊藤ハムに豚肉を販売した食肉輸入会社が実際より高い単価を輸入申告書に記入して税関に提出することによって内外価格差にかかる差額関税を免れたとされた。また大阪国税局による税務調査により 2003年3月期までの5年間に約2億8000万円の申告漏れが指摘され、重化算税を含めて約1億円が追徴課税された。判決、伊藤ハムが輸入豚肉にかかる差額関税制度を悪用し、関税を免れた豚肉約3000トンを購入したとして、関税法違反の罪に問われた。免れた関税の額は10億円近く。 東京地裁、飯田義信裁判長は、多数のダミー会社を介在させて、隠蔽を図った巧妙、悪質な犯行で、食肉輸入会社の脱税行為を助長させた責任は、重いと述べ、罰金1000万円の休刑を超える、罰金3000万円の異例の判決を言い渡した。大手食肉加工メーカーが、同罪に問われたのは初めて。2008年10月25日、 千葉県柏市所在の東京工場仕様の地下水のシアン化物イオン、塩化シアンが基準値を超過したと発表。同工場で生産された一部の商品を自主回収することを決めた。同年9月24日に異常を確認しながら自主回収発表まで約1ヶ月かかっていた。後に検出された塩化シアンは検査試薬として用いられた。 ジア塩素さんによるもので、検査方法の問題であったことが報告された。2008年10月26日、得意先からの委託製造商品、プライベートブランドの13商品64万袋のうち、賞味期限内の計31万袋を新たに自主回収するとのこと。回収対象は26商品225万袋と発表した。 2008年10月31日、東京工場で製造した商品の一部からトルエンが検出された問題で、大日本印刷の関連会社、DNP テクノパック、鞘山工場が製造した放送用フィルムにトルエンが付着していたことが原因と発表した。アメリカ、ワイオミング州にあるグループ会社、ワイオミングプレミアムファームズにおける部隊の性的虐待行為が、 米国人道協会により告発された。2012年5月8日、米国人道協会の調査の結果、無理な後輩により、肛門から子宮を脱出させたままで放置されている、豚や、糞尿プールで溺れて死んでいる小豚がいること、また小豚を壁に叩きつけたり、強く蹴るなどの虐待行為が行われていることが明らかになった。撮影された映像には、 従業員が後ろ足を骨折して動けない豚の背中に乗り跳ねている様子や体に障害を追い動けなくなり床に横たわったまま水と餌を与えられず餓死していく豚の様子などが映されておりこれらの取材と撮影された映像をもとに告発されたアメリカのメディアはニュースとして取り上げ日本でも報道された告発に対し伊藤ハムは その公式ウェブサイトで2012年5月23日、米国関連会社における家畜への不適切な取扱いについてと題し、お詫びと従業員5名を解雇したことを述べている。グランドウィンナーするごグランドアルトの新発売に、合わせて2014年3月から、全国各地をめぐり、無料試食キャンペーンを展開する、ウィンナーモービルを彷彿とさせる、アドトラック。 爽やかパックシリーズ、朝のフレッシュシリーズタポークビッツ、アルトバイエルン、ポールウィーナー、チーズイン、パルキー、ザグランドアルトバイエルンタ、ポールウィーナー他社との差別化を図るべく創業者、伊藤伝さんが開発して1934年に発売した。発売当初は特に商品名もなく、セロファンウィンナーと呼ばれた。セロファン放送のソーセージは、 動物の腸を使わないため、肉汁が漏れず、保存期間が長いという利点があるために各社が模倣し、魚肉ソーセージなどを販売するようになった。ポールウィンナーは、関西地区では1950年代に売り上げを大きく伸ばし、1960年代から1990年代にかけては、学校給食にも登場している。関西人のいわば、ソウルフードなどとも評され、 関西地区ではポピュラーな存在であるが、他地域ではほとんど販売されていない。年間1億本を生産し、同社の創生地類の中で販売量第4位という主力商品でありながら、売上の90%以上を関西地区が占めるという普及地域や知名度が極端に偏った商品となっている。超を使わない商品開発は川なし、ウィンナー。 パルキーにも引き継がれている。キリクリームチーズ、ベルキューブほかお弁当シリーズ、元祖炙り焼きシリーズ、豚角煮、巨匠の彩りシリーズ、ラピッツァ、コテッチャンタジ社工場司会社工場など、伊藤ハムポークビッツブランドサイト。2021年2月11日閲覧。関税法違反にかかる基礎についてのお知らせ、伊藤ハム。 h t t p w w w i t o h a m c o j p c o r p o r a t e i r p d f i r レ0 5 0 6 2 2 p d f 2 0 1 6年12月12日閲覧輸入豚肉における関税法違反に関する再発防止策等についてのご報告伊藤ハム 2016年12月12日閲覧。AB、伊藤ハムが、深刻漏れ、輸入豚肉で2億8000万。四国新聞社。http://www.shikoku-np.co.jp/.national/.economy/.200506280001412016、ok、年12月12日閲覧。 市安化物用及び塩化市安に係る水質管理上の留意事項について伊藤ハム東京工場における専用水道の水質調査検討結果検出トルエン、お詫びとお知らせ大日本印刷2008年11月2日付米国人道協会によるワイオミング養豚場での虐待行為の告発大ンサプライヤーイタハムオブシーズワイオミングピッグズ踏まね ソサエティーセスビージャックキャスキーメイ Q20123 時38分 AMGMT プラス0900ブルームバーグハットフマネソサエティーオブザユナイテッドステーツクレームズアニマルズワーオブズドーンワイオミングプレミアムファームインウィートランド7時45分 PM メイ 82012QNEWS.com 従業員 豚を乱暴に扱う伊藤ハムの米関連会社2012年6月1日共同通信47トピックス47ニュース豚を乱暴に扱った従業員解雇伊藤ハム米関連会社2012年6月2日11時日本経済新聞伊藤ハム2012年5月23日ニュースリリースザグランドアルトバイエルン伊藤ハムイベント情報 伊藤ハムアルトバイエルン特注トラックで、PR 神戸新聞ネクストハット ABCD、関西人の大好物、ポールウィンナー関東になぜない日本経済新聞。2014年12月4日閲覧。ABCD、日本ロングセラー号、ポールウィンナー。コムジンナンバー47、NTT コムウェア。2014年12月4日閲覧。 関東地区では、三越恵比寿店、西武百貨店池袋店、伊勢丹吉祥寺店、京王百貨店新宿店などにある、伊藤ハムの売り場などで手に入れることができ、メーカー直販も行われている。その他、特定のスーパーでも販売している。詳細は、メーカー HP 参照、S フーズからのライセンス書択品。ありがとうございます。